創業支援都市福井を目指そうということで、今富山が、環境都市ということで森市長頑張っております。で金沢は山野市長が、ユネスコの創造都市、歴史都市、ファッション都市金沢を作ろうということを、いろんなところで両先生とも、両市長ともお話しされています。私は、創業支援都市福井、これをナンバーワンにしようと福井ということで今、ぜひ行政の方も頑張っていってほしいなと思っております。でちょっと申し訳ありません、レジュメの方で喋らせていただくんですが、まあ、大森先生の方から、問題提起されましたように、幸福度日本一と言いながら若者が県外に流出して帰ってこれない、特に、高学歴の女性はもう6人に1人しか帰ってこない、もう10年前の半分以下やと、私も娘3人もしてみんな県外行っちゃったんですが、なんとか1人戻してきました。しかし本当に高学歴の女性が戻ってこなければ、今、出生率 1.6 いくつというやつも、要するに出生数、女性がいなくなれば出生数そのものが増えていかないと、ますます少子化していくというようなことになっていくと思います。特に、若者が、大学進学時に、首都圏あるいは関西中京に出ていきます。なかなかそこの生活になれると福井はなんかちょっとみすぼらしいというような感覚で、なかなかそういった、情緒的にも帰ってこれない。やはり福井も、魅力的な中心市街地環境を作っていかなければならないというふうに考えております。まあ、そういった中で、福井市の、まあ、こう中心部105ヘクタールあるんですが、それの 5.4 倍も、今都市区画、区画整理事業が、森田北部あるいは市場市場周辺東明寺というのが行われています。非常に福井はコンパクトシティを目指すと言いながらまだ都市構造が拡大している中で、まあ、今後の少子化高齢化の中でやはり、そういうコンパクトシティを実現していかなきゃならない。まあ、これは都市経営上たった 0.19% の面積で固定資産税 7% 以上払っている区域なんです。これをがもっと支えていかなければ やっぱり福井市の都市財政的にも問題になっていくと思います。まあ、そういった中で、若者創業支援都市を実現していこう、そして U ターン I ターンをサポートする町を実現しようというのが、まあ、我々、商店街で考えている内容でございます。で本当に今、パソコンが動かないで申し訳ないんですが、2011年8月に北九州市の小倉でリノベーションという、有機不動産を活用する、運動が起こりました。でこれは3泊4日で全国から集まった事業者が有機不動産をに対して事業プランを専門家の、アドバイスを受けながら作って、最終日にこういった形に、まあ、地権者のオーナーが並んでいるところでこういうチームがですね事業プランを発表するんです。で非常にそれが、素晴らしいアイデアがいつも出るんですが、地権者の方が一緒にやろうというともっと深掘りして実際に実現していくんですね。でそれは今はもう30県以上北九州市では有給不動産が活用されています。その有給不動産の活用というのは元通りに活用するんじゃなくて新しい用途を入れるとか新しい機能を入れて、また使う人も新しい、人 を想定したような事業プランにしていくというようなことで、今、実際に、北九州市の小倉魚町という商店街があるんですが、たった200メーター四方の商店街なんですけど、そこで450人の雇用が生まれましたし、そこの魚町商店街のアーケードに2割以上の通行量が増えてきています。まあ、そういったことで、我々もそこに3年前にそういった運動があるというのを気がつきまして、すぐ北九州市に飛びましてですね、
確か8回、今、今年12回目が開かれるんですが、7回目か6回目ぐらいに行きまして、福井でやりたいということで、そこの、リノベリングっていう、アフタヌーンソサエティという会社をやってられる清水義嗣先生がリーダーなんですが、もう名刺配りまくりまして、私、ぜひ福井でやりたいと。で、それで昨年6月に実施することができました。まあ、北陸初めてを目指そうということで、福井で誘致したわけですが、その時にやはり後で話しますけど、やはり町づくり構想を作るということが大事なんやと。ただリノベーションスクールというのは一つの集団やと。でこの町をどういう方向に持っていくかということを分析して、ゴールをちゃんと描いて、それに例えば5年計画で実現していくんだという構想を作ることが大事なんだと言われたんですが、そういう予算も時間もなかったので、ちょうどあの副市長とその清水先生と一緒に私行って、とにかくやらせてくれと。で清水先生もまあ1、2回スクールやってから予算作ってもらって、そういう構想を作りましょうと、とりあえずやりましょうということで、昨年、2物件でやりました。でそのうち1物件が実際、群馬県から来て、越前市に来ている総務省 の地域なんたら応援隊のですね、の女性の方が、独身の女性の方が、リノベーションチームのリーダーで発表された人が、じゃあ誰がやるんだって言ったら、私がやりますと言って、実際にそこへお辞めになって、今福井の駅前で、熊五郎カフェというようなカフェを、昨年、今年の4月から営業されています。そこは昔は居酒屋熊五郎という和風の店やったんですが、彼女ら感覚で本当に若者風のカフェに手作りでセルフリノベーションと言いまして、自分らで解体して自分らでテーブル作ったりして、まあ本当の小規模な事業経費でやってます。まあそういったことで、そういったことが動きまして、今まちづくり福井の調査では、福井では7件そういったものが稼働している。で民間まちづくり会社も2つできたということでございます。まあそういったことで、まあ国の動きもリノベーションというのを非常に取り上げてまして、まあ国交省と経済産業省の動きを、書きますが、まあ2番目としてはやはり新規事業者企業者はお金がありません。まあそういったものに対して地域がまちづくりファンドを作って、そういう人口プランを審査して合格したプランに対しては積極的に支援しようと、そういうファンドを作ろうというのが今国交省の動きです。そして、まあそういったことで、今このページの下なんですが、これは国交省当初マル秘って書いてあったんですが、もう来年度の予算つくことになったのでマル秘消えたんですが、ここに、地域がまちづくりファンドを作ると、国交省の外郭団体である民特機構が出資しますと。それに地元銀行最低2つ以上出資させてくださいと。そういったことで、ファンドができましたら、実際の、民間のいろんな事業、例えばシェアオフィスとかインキュベーション施設とか子育て支援施設、そういったものに対して融資しましょうと。で、まあ公共性を確保するため、地方公共団体はそういうまちづくり構想をまた一緒に作ってくださいと、リノベーション、まちづくり構想ね、まあそういったことを作った都市に対して国交省は支援してきますよということが来年度新年度予算につきます。でもう一つは、次ですが経済産業省の動きですが、これはまだ法律ができてません。今新法、地域未来投資法、これを今作ろうとしています。その支援、対象候補の一つとして民間主導型有給不動産リノベーションによる地域の活性化を取り上げるということで、今私も経産省の方から何回か電話あるいは面談でヒアリングを受けているんですが、非常にやる気です。で、まあ、
逆に国庫所にも負けたくないというのもあるんだろうと思いますけど、経産省の立場として、支援方針としては規制緩和、建築基準法、食品衛生法、消防法、まあ、この辺はですね、遊休店舗をこうリノベーションするといろんな問題が出てくるんです。で、本当に設備投資金額がどっと増えちゃうんですね。まあ、その辺、例えば、検察事務所がない、既存不適格の建物に対しての今国交省が規制緩和してるんですが、これはまたまで伝わってないのが現状です。で、まあ、和歌山市や北九州市はチェックリスト方式でチェックシート方式でもうそれを緩和してるんですが、実際これを本来のやり方でやっともう一回設計し直さんだからですね。例えば30年前の建物が現在の建築基準法にマッチしているかどうか、それを、もう一回設計し直さんと、その設計費用だけで何百万とかかかっちゃうんですね。そういったことを規制緩和しようと、あるいは職員衛生を過剰な、保健所の規制を緩和しようとか、消防法も安全を損なわない範囲で基準緩和しようと、そういったことを考えています。で、ヤモリ会社というのはこれは町づくり会社なんですが、江戸時代ヤモリというのが長屋を、守ってたんですが、そういうヤモリ会社へ支援する、あるいは事業者企業者への資金をすると、経済産業省も中小機構とか地域経済活性化支援機構という外国団体が金を持ってるわけですね。まあ、そういったところが、各都市が作ったまちづくりファンドに出資しますと、で、まあ、手を挙げてくださいと言ってるんですが、なかなか若い人が初めて商売しようとすると、まあ、商工会議所のマルケ融資とかあっても、低利融資制度あるんですが、1年以上事業をやってないと、融資受けられないんです。で、まあ、私経済産業省に申し上げてるのは、今からご商売したい、その事業プランを審査してくれと、その事業プランを担保 してくれと、で、無利息無担保で活性制度を作ってくれと、まあ、その辺は今この新法が通ったら多分できると思います。まあ、そういったことで今空き店舗、あと3番目リノベーションの成功、全国のいろんな成功事例を紹介する、あるいはそういったフォーラムをやる、あるいはそういったものに、貢献した家主さんを表彰する制度を作りたいと国の場合言うています。で、あとリノベーションスクールというのは今福井でもやってるんですが、これ全額市の予算じゃないんですね。これを毎年ヒーリングがあって何パーセントカットしている、建築の設計士協会とか商店街というのがいろいろ協賛金を出してやっとやれてるんですが、これ全額機械均等、全国機械均等のために国は支援すると、おっしゃってますし、あといろんな証券データとか販売データとか不動産データ、そういうビッグデータをどんどんこう蓄積するような、支援に図っていきたいというようなことをおっしゃってます。で、まあ、一応成功事例ということで最後のページですが、まちづくり福井の例が出てます。で、これ全国経産省の局長会議には出たんですが、今これ新法が通り、ちゃんと審査するときには一応安倍総理のところまで出していいかという問い合わされましたので、どうぞ出してくださいと申し上げたんですが、まあ、そういったことでぜひ福井が創業支援都市、として日本全国に誇れるような都市にしてほしいと、そういった行政も、支援策を作って、若い人たちが福井に U ターン、Iターンして